2024年6月10日月曜日、俳優の原間あさみです。白崎ゆきです。白崎くん、緊張してる？してます。え、逆に緊張しないんですか？俺はラジオの仕事も結構やってるからね。そうですか。大丈夫、深呼吸して。いける？はい。それじゃあ始めよっか。はい。葉山あさみと白崎ゆきのレコメン。レコメン。出遅れちゃった。大丈夫。改めまして、こんばんは。俳優の葉山あさみです。白崎ゆきです。タイトルコールちょっとずれちゃったね。すいません。ごめん、俺も分かりにくかったよね。いや、慣れてなくて。この時間は普段は別のパーソナリティさんがお届けしてるんですが、今夜はスペシャルコラボということで、現在トーテレで放送中のドラマ昼の夢に出演する我々に声がかかりました。このドラマは海野恭子先生の大ヒット BL コミックが原作で、僕らの他に佐久間はじめくん、そして山瀬一馬くんとも一緒に今もまだ絶賛撮影中です。白崎くんはラジオの生放送は初めて？はい、初めてです。今日も文化放送の場所が分からなくて大変そうだったね。なんか違う放送局に行っちゃって。集合は22時浜松町でだったのになぜか赤坂に行っちゃったんだよね。あ、はい。場所が分からなくてマネージャーさんに電話したら、白崎くんそっちじゃないよ、浜松町だよって言われちゃって。それは島田さんも焦っただろうね。白崎くん大丈夫？ちょっと疲労が溜まってるんじゃない？そうですかね。最近本当に忙しそうだよね。あ、売れたなーって思ったりする？思います、さすがに。うん。やっぱ昼の夢に出る前とは違うなって思います。だよね。最近の視聴者さん、特にこんな遅い時間にラジオを聞いてる人はね、素直でフランクな話が聞きたい人が多いんだ。だからいつもの白崎くんのままで大丈夫だよ。わかりました。ありがとうございます。これは何の話をしてるんだろうね、生放送で。あ、そっか、これ生放送か。そう、大勢の人が聞いてるよ。どうしよう。あ、SNS も盛り上がってるみたいだよ。ほら、レコメンをつけてたくさんポストしてくれてる。そうなんですか。俺、そういうの詳しくなくて。ちょっと読んでみるね。ラジオネーム、ひさひささんから。白崎くん喋れるのか心配だけど、葉山さんいるから大丈夫ですよね。めっちゃ楽しみにしてますって。喋れてますか、今。うん。これからもっと緊張ほどけるよ。次は、空豆さんから。白崎ゆきさんと葉山あさみさんのラジオ、初めて聞くから楽しみにしてます。頑張ってください。昼の夢もあと少しで最終回。ドキドキしながら見てます。最終回まで、匠と領事、見届けます。頑張ります。嬉しいメールだね。はい。どう？じゃあ、一個読んでみる？え、いいんですか？うん。ラジオネームから。ラジオネーム、あーさん。解禁された日からめちゃくちゃ楽しみにしていました。ついに、超主演俳優、葉山あさみがレコメンに降臨されるんですね。そして変な生き物白崎ゆきはラジオでちゃんとお話しできるのか心配ですが見守っています。変な生き物って何ですか？SNS ではそう言われてるみたいだね。俺って変な生き物なんですか？俺はそうは思わないよ。素敵だよ。続いてコリンさんから。ドラマ昼の夢で白崎くんを知ったのですが、3話で葉山さん演じる領事に白崎くん演じる匠が好きですと告げるシーンを見て、白崎くんのファンになりました。ダブル主演のお二人がレコメンに出演と聞いて、どんなお話をしてくれるのか楽しみにしてます。すごい嬉しいね。本当に今この瞬間みんなが聞いてくれてるんですね。うん。じゃあコーナーの方に行こうか。
白崎くん、コーナーの説明してもらっていいかな。あ、すいません。はい。いや、あれ、台本ってど、はい、どれだ。俺の台本見ていいよ。こっから。ありがとうございます。今夜のレコメンは、事前にこんなテーマメールを募集していました。今夜のテーマはこちら。葉山と白崎に言ってほしい言葉。普段の芝居では絶対に言わないであろう。あんな言葉からこんな言葉まで、何でも OK。葉山麻美か白崎ゆきがそれを言います。とのことです。あ、葉山さん、台本ありがとうございます。うん。では、早速メールを紹介していきましょう。はい。ラジオネーム、ピポプさんからいただきました。ありがとうございます。ありがとうございます。ピポプさんが、葉山麻美さんに言ってほしい言葉。葉山さん、こちらお願いします。おかえり。お仕事お疲れ様。こうして改めて言うと、少し恥ずかしいね。かっこいい。ですね、葉山さんって。そうかな。あ、すいません、いつも通りでいいって言うから思ったことそのまま言っちゃいました。うん、大丈夫、ありがとう。はい。じゃあ続いてはラジオネームゆあちゃんさんからのメールです。ありがとうございます。ゆあちゃんさんが白崎ゆきくんに言ってほしい言葉。白崎くん、こちらお願いします。俺じゃダメか。何ですか、そのうわーっていうのは。なんか普段の白崎くんからは絶対出ないセリフだから貴重だなって。よかったよ、キュンとした。キュン。うん、キュン。あ、じゃあ続いてはラジオネームしなしなシナモンさんからのメールです。ありがとうございます。ありがとうございます。しなしなシナモンさんが葉山麻美さんに言ってほしい言葉。葉山さん、お願いします。働くための休日なのか、休日のための働くなのか。これはどういうこと？レコメンでよく流れる CM ソングの歌詞らしいですよ。働くための休日か、休日のための働くか。確かに、どっちなんだろうね。難しいな。ちなみに白崎くんはどっち？え？あ、いや、わかんないです。これって、何を聞かれてるんですか？自分にとっての中心。つまり、どっちよりが、どっちが大事なのかってことじゃない？あ、こういうことですか。いちごのショートケーキで例えるなら。例えがいきなり飛躍したね。じゃあ、それならどっち？いちごがあってのショートケーキなのか、ショートケーキあってのいちごなのか。どっちもです。お互いが、お互いのために存在してるんです。どっちも欠けちゃダメです。本当に好きなんだね、いちごのショートケーキ。大好きです。うん。続いてラジオネーム、P キャンナッツさんからのメールです。ありがとうございます。ありがとうございます。P キャンナッツさんが、白崎ゆきくんに言ってほしい言葉。白崎くん、こちらお願いします。これも、XL ください。S サイズしかない。ああ、じゃあ、S サイズください。ダメでしょ。XL 探してたのに S でいいわけがないよね。これ何を探してるシチュエーションなんですかね。サイズがここまで変わってもいいものってあります？ぬいぐるみとか。いや、さすがに XL から S は許容できないかも。逆に何かあったらリスナーさんに教えてほしいかもね。はい、わからないです。ハッシュタグレコメンで皆さんたくさんポストしてください。ここでお時間です。
たくさんのメールありがとうございました。以上、早間と白崎に言ってほしい言葉でした。お届けしてきました、早間あさみと白崎ゆきのレコメン、そろそろお別れの時間です。この番組はラジオが聴けるアプリラジコのタイムフリー機能を使って1週間聞き返すことができます。シェア機能を使って SNS やお友達にもおすすめしてみてください。さて、この後の時間は、こまぎねキータさんのレコメンをお届けします。それでは、この曲を聴きながらお別れです。クジラギでカッカク。これまでのお相手は、葉山あさみと、白崎ゆきでした。